皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はケンガーシャルの2期の最終話、12話プラス24話でございます。ではではでは、オーマーがここで殺されているのか、クレーの野郎ども勝てるのか。Let's go。なかなかの死闘をやっていた。ここで終わったよな。大丈夫なはずがない。最終的には花房。大馬さんは死亡じゃ。あ、体は戻った。Let's go！ 最終はスーパーこのフィーリングでやってしまうのさ。早すぎたね。こういうここで始まるのテンポだよ。キャラクターデザインモニター、和名ヤマトって書くやん。ヤマトをの塔に明日のあーやないか、足、これなんと読む、和明か、和明って読むのか。なるほど、和子とかそういう名前もあるよね。そういえばキャラでありがとうございます。I'm so pumped for the last episode. 時田大馬、あなたは勝てるのか、それとも落ちるのか、マジでわからん。ニコ流をやっと身につくのか。死んだのか。嘘だろ、大馬くん。早く立ってよ。ねえ。刹那、ここで。そうやな、怒るよね。刹那。嘘だ。嘘だ。大馬さん。こいつに神を見てしまったんだよね。本当は刹那の方がまだ。え？止めたら殺す。え？怖っ。大した野郎だぜ。世辞じゃねえぞ。こんなに楽しかったのは初めてかもしれねえ。立て、敬意を込めて全力で殺してやる。マジで全力でやんのかい。おま、起きろ。殺されるがため起きろ。俺が勝ってくれなんて言うから。違うけどね。どっちみち彼は頑張ったよ。やっぱり前借りを使っちまったか。ニコ、こういうことになるって言っておいただろ。あんたのニコ流はダメだ。消えろ。あんまりな言い草だな。ニコ流は最強だって言ってんだろ。最強か？最強だ。あんたも死んだやろって。最強だって言うなら。手を倒せねえってんなら、いらねえって。だから前借りなんて禁じ手を使っちまったってのか。あのな、あんなもの使わなくてもお前の力で強くなりゃいいんだよ。足りねえんだよそれじゃ。アホ、アホ。ブーを使うんだろうが。ブーブーってなんだよ。の生き様だ。もがいて、あがいて、傷つけて、助けられて、その積み重ねが人間を強
強くするんだ。普通に生きることだよね、それ。それブーって言うのか。今まではずっと前借りを頼ってきたんだけどね。今回は違うだろうと。だったよね。のことあったらよね。神様と思われてるやつもいる。思っているやつもいる。まあまあまあ、ここで寝たりしねえよ。立ち上がろうとしてる。おら、曲げたりしねえぞと。ブーとやるは使えるか。ブーとは何なのか。俺たちに見せろ。お前は前借りを。ありがとうよ、山下和夫。なんだい？よく見とけよ、ニコ。技を使うのか。武を見せろ。おお、ナイスナイスナイス。なるほど。ブーってやつ、使い方の問題や。あなたをずっと攻撃に使っていたからな。それとな、これも忘れるなよ、ボーマー。もったいないから技は単体で終わらせるなよ。続きだ。おお、砕いたな。あの首、あー首、水の肩、これ痛そう。あーでもこいつ身体能力やっぱ首のちネクストレベルやねえか、それ。ナイス、もう一発のカウンター。ゴーチュー、ボホー、 You see that shit? ダウン、足クラッシュ、腕クラッシュ、さよなら、ミスター・ライアン。飛ばされた。ちょ、調子乗りすぎたわ、俺。まあ、使い方間違えたからね、今まで。そういうもんよ。うん。ニコのニコ流じゃなくて、自分のニコ流じゃなきゃ。これからお前のニコ流を作っていくんだ。まお前ならやれると思うぜ。じゃな、ボーマ。いったら、いけるぞ。これがニコ流だ。いいぞいいぞいいぞ。使えないんや。ふぅ、ナイスパンチ、ケーキだったけど。超分析したるな、やばした。めっちゃベラベラと喋んな。おお、ミスター、気づきやがった。ただのヘタレじゃねえってわけだ。何をやっとるか、ライアン。技使えよって。大間くん大好き。
Holy shit! You see that shit? Look at it—the fucking neck. Uso だろ。Oh, その間、何レバーパンチ入れんのか、何をするのか。もっとやべえやつするだろう。もう一度顔をぶん殴った。 Oh shit、 マウントを取りやがった。相手は腕を上げる力も持っていない。何、終わりか。レファリーが手を入れたってことはもう終わりだよ。くれよ、終わった。 What? 勝負あり、ざけんじゃねえよ。良き良き勝負でした。頑張りました、頑張りましたよ。よかったよかった。クレイの野郎、ざまみやがれ。何しとんじゃ、うちの坊やオマニ。はい、盛り上がったな。オマさん、きつかったな。自分の足でさ、わかってるね。自分の足で出てんだよ。おお、まさ、おお、良き勝負。くれのやら、お前今ので分かったのか。良い弟子を持ったな、ニコ。みんなニコのことよしてるわ。そうじゃないだろう。真の君は全てを破壊する神。暴虐で残酷で無慈悲に僕を殺してくれる救いの神。救いの神。それなのに君は。なぜあの男の技にすがる。なんであいつを忘れてくれないんだ。いや、もう前借りじゃあかんかったから。こいつは俺の弟子だ。お前の神様なんかにはさせねえよ。救いなんてな、他人に与えられるもんじゃねえ。てめえで掴むもんだぜ。せつな、お前ってほんまけしからんやつやな。何のマネージャー、お詫びをさせてほしい、うん、今回の件、あなた方の行動を私は許せない。そりゃそうや。私の息子健三にも責任の一端はある。他人の影に隠れてあなた方を試すようなマネをした健三に腹を立てるのは当然です。当然かい。主の謝罪など何の価値もないわ。神戸を垂れるだけで全て水に流せると思うたか。不愉快じゃ、さっさと言いねえ。わしを怒らせん方が良いぞ。確かに主は勝負に勝った。勝負に勝ってるぞ。私がその気になれば約束を保護にすることもたやすい。あ、そう。私の運命はわしの一存次第と知れ。お前負けたことにそんなに悔しいのか。できねえだろうな。そんなことをすれば、苦
おしまいやな。自分の雇い主殺すなんてね。依頼によって仕事をこなす暗殺者集団なんでしょう。信頼を得るために当然契約を遵守しますよね。我々企業人と同じように。もしもおさたるあなたが約束を保護にして支援による殺人を決行したらどうなるでしょう。どうなるでしょうか。証拠はないけどね。バカか、お主は。この場で主を始末して知らぬ存ぜぬで通すこともできるのだぞ。まあそうやもしれん。それは不可能です。不可能か。何かの企みがあるのか。たった今抑えましたから。おお、これを全部レコーディングしてるのか。ここに持ち替えたんです。便利ですよね。録音したデータを自動。これを全部何アップロードしてんのか。転送先は乃木グループの機密サーバーです。簡単には消去できませんよ。主は命知らずか。そりゃ救いてやろうが。俺の息子だ。賢三だけじゃない。大間さんもみんなも誰にも危害は加えさせない。相手が誰だろうとだ。やばい。仕掛けてみろ。やばしてかっこいい。だろうが何だろうが俺が潰してやる。おお、背骨立っとる男じゃ。ブブ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 、山下はかっこいいぞ。腹が浮きもなくなったわい。約束は約束じゃ。山下健三の暗殺命令はとっくの昔に撤回したわい。マサイマル。おい、駐車中止。引き上げるぞ。なんだ、ライアン負けたのか。みんなしてんのかよ。みんなおかしい。親父さんに感謝するんだぜ。殺しはまだかの。おじいちゃん、殺しはもう終わったでしょ。おやじ、電話してあげや。訪ねてきた時にはすでに撤回の通達を済ましとったんじゃがの。何やら面白いことをやりだしたんで少し遊んでやった。なんだよお前おじいちゃん、何遊んでんだい。守ったじゃろう。さっさと失せ。あの背後からグサッとか勘弁してくださいね。わかる。からさっさといいね。さっきの異性はどうした。あ、じゃあ、私はこれで。私はこれで。体格も器もまるで違うというのに、一瞬あの男がお前さんと重なって見えたぞい。なんぜ。マジかよ。時田大間か。クレライアンを倒すとは実に面白い。大番狂わせではないか。山下商事は確か君のところの子会社ではなかったかな、乃木君。子会社戦略の一環として本年度より儲けました。そやねんな。みなこの滅道に挑むためにいろいろ考えておる。この先もわしを楽しませてくれよ。ひょろひょろひょろ。ようやくここまで来た。いいぞいいぞ。まあみんなね、やっぱり自分の手でやりたい言うわ。クレ一族が剣眼試合で負けたのは爺様の時以来か。うん、通算で4度目の敗北になる。4度目。ライアンが負けたか。ライアン強いって話だったのに。実力だけはピカイチと認めてたんだがな。若さゆえの傲慢だ。彼は技使わなかったけど、
強くなるさ。何をしてるんだカルラ。おい、なんで裸になるんかよ。服を着なさい。はしたない。誰に似たんだか。しかしやばい、裸になって逃げた。彼の意志も大事だろうな。心中穏やかじゃないだろうな。カルラとの件はまた別の話や。わしゃ絶対に認めんぞ。おじいちゃん、おやじにほら出てあげや。話すのは久しぶりだな。せやねんな。大丈夫なんだな。いや、今はいい。父さんが悪かった。戻ったらゆっくり話そうな。親父か。でもこれで息子の会社は負けたよね。あなたが心配したのか？いいえ。良き勝負でしたね。音が泣いていいよ。あなたも来るんですね。誰か見てんぞ。花フーさん。何者？絶命トーナメント。大日本銀行。ですね。最高は誰だ？続きはいつ見せてくれんのか？クマン、3期は When is the 3期？教えて。見せてくれよ。パッパーパッパッパー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 。3期の情報はないかもしれん。え、ちょっとジャンプ。3期情報がない。 Oh my god。まあまあまあ、この話があって、2期が終わって、俺が2期が終わった時にレビューするみたいな話をしたやんか。ちょっと待って。ケンガン、アシュラ、July 2020! 皆さん、ちょっと今見た感じだと、ケンガンアシュラのシーズン3って、7月出る？って話になってんだけど、出んのか？今は7月で、まあちょっと早めに死ぬほど撮って、めちゃめちゃ気になって全部死ぬほど撮ったんですけど、3期って出るのか？めっちゃ見たいんだけど、でもコロナのせいで遅れちゃう可能性も高いし、いつ出るだろうか？皆さん、楽しみにしております。じゃあ3期の後にレビューをしましょう。バイバイ、おきに。最後まで見てくれてありがとうございます。おきに。